皆さんこんにちは、竹田塾の神田です。今回は勉強もお疲れさま。おいおいおい、大丈夫っていう受験生という回でございます。文字にしたら勉強も疲れたよおがおー、サムネで見たよそれは、うん、サムネがそんな感じになってるかなと思うんですけど、うん、まあこれはあの悲痛な受験生の叫びを私が代弁しましたということでございます、はい、夏もこの時期になってくると、いや本当よ、頑張ってきたよここまで。夏休み、うん、フルコミね、10時間勉強動画とか出しましたけど、うん、あれを毎日やってたらもう疲れだよってなるよみたいな、うん、毎日毎日こんなにやってらんねえよって子もね、うん、結構いると思うんですよ。専門でお疲れ様ですと言いたいところではあるものの、まだ頑張ってほしいという動画ですね。で今回なんですけども、勉強と体力ハードさみたいな、去年もハードワークがどうのこうのみたいな動画も撮った気がするんですけども、やっぱりね大変なんですよ勉強って、疲れてし当然みたいな感じで考えてほしいなっていうところがあって、まあ、今回はですね、まあ、なので疲れたということは、まあこれ体力関係なわけですよね、はい、なので今回受験勉強と体力という観点でお話をしていければなと思うわけですよ。いや確かにね、受験って勉強なのに、はい、受験は体力だとかよく言われたりしますよね、はい、あの堀江もさんも言ってましたんで、うん、やっぱねスポーツやってた子はね体力あるからね勉強有利なんだよって言ってましたからね。自分がねやっぱ受験生の時の学校で言われて、体力別にそんな関係あるって思ってたんで今回半信半疑で聞いてますけど、うん、最近実感することがありまして、はい、私もちょっとあの20代後半に差し掛かってきまして、うん、まあ、てか差し掛かってるっていうか20代後半なんですけど、はい、体力って大事だなと思って、うん、だから別にスポーツ選手じゃないですから、うん、別にそんなランニングとか走り込みしなくてもできる仕事なわけですよ受験指導っていうのは、うん、ただ体力の衰えをちょっと若干感じつつあると。でそうすると、うん、いわゆる、まあ、どちらかというと知的労働じゃないですか、はい、そっちにもちょっと影響が出なくもないみたいなことを感じつつあるっていう、うん、なるほど、はい、だからやっぱりこのままじゃ受験生に役立つ仕事を全力でできないと思って、うん、昨日エニタイムフィットネスに入会いたしました。それ言いたいだけじゃないですか、はい、体力も若返りたいなと思って、うん、ちょっとエニタイムフィットネスで走り込んでいこうかなと思ってるんですけど、まあそのリアルな体力もまあ関係しなくもないと思うんですけど、うん、やっぱり受験生とか見てて、うん、12時間勉強って結構体力ゲーだったりすると思うんですよ、はい、まあ、集中力っていう観点も体力に含んだら、まあ、体力からみたいな、うん、っていうところで、まあ、皆さんがそういう受験体力みたいなものを最大化するっていうことをちょっと意識をしてほしいなと思うんですよ、はい、でまずメンタル的な話も結構こういうの大事だと思っていて、うん、疲れたってなって疲れたという気持ちに正直になりすぎて勉強すぐ終わっちゃうみたいなことは、はい、それはそれちょっともうちょっと頑張ってほしいなみたいなところがあるわけじゃないですか。でこういう方にですねイメージしてほしいんですけども、うん、じゃあ皆さん、はい、志望校今思い浮かべてくださいと、うん、仮に早稲田大学志望だとしましょうと、うん、早稲田大学に入る難易度って、うん、まあ、これあくまで例えですけども、うん、まあ、例えば高校野球で言ったら、うん、早稲田とはどのぐらいになるんですかね。ちょっとさっぱりですね、さっぱり、うん、まあ、県大会は絶対行きますよね、うん、で甲子園出場ぐらいどうだみたいな、宮廷とかになってくるとなんだろう、ベスト16とか、うん、下手するとベスト8とかになってくるんですかね。厳密なちょっと例えると分かんないんですけど、うんうん、要はそれぐらいのねスポーツで言ったらかなり上位に勝ち上がっていくみたいなのが、はい、皆さんが目指してる最難関大学っていうイメージなのは合ってますよね、はい、ってことは高校野球で言ったらそれぐらい上り詰めていくチーム、高校っていわゆる強豪校なわけじゃないですか、うん、野球の強豪校、野球って野球じゃなくていいですけど、まあ、スポーツの強豪校がやってる練習をまずイメージしてみてほしいわけですよ、うん、どんな練習してると思いますか。グラウンドでこう泥まみれになりながらね、はい、必死にもう朝から夜まで汗流しながら頑張ってる姿がなんか思い浮かびますけどね。まあそうですよね、うん、まあ、朝練とかもあるんですかね、うん、わかんないですけど、少なくとも練習時間だったりとか、はい、ただ長いだけじゃなくて、うん、まあ、やっぱり強豪校なんで、うん、考えた負荷の高いメニュー、まあ、もちろんその成果につながるメニューと、うん、まあ、してると思うんですよ、うん、おそらく。これをじゃあ勉強に置き換えた時なわけですよ、はい、皆さんは野球でたら強豪校が勝ち上がるようなところを目指してますと、うん、じゃあ受験勉強で言ったら川野先生が武田高校受験勉強部っていう部活受験勉強大会みたいなのをやってるとしたら、うん、はい、皆さんがやってる勉強は強豪校レベルの練習なのか、はい、3回戦敗退常連みたいな、うん、初戦敗退レベルみたいな、うん、レベルの練習なのかどっちなのかみたいなイメージを伝えたいなと思って、はい、なるほど、はい、まあ、要するにスポーツで言ったら強豪校の練習みたいなことを皆さんは難関大を入りたいと思うんだったら勉強面で求められてますと、はい、量的な部分だったりとか質的な部分ですよ、うん、その体力っていう観点で言うとやっぱり質を上げようとするとその分だけやっぱより頭を使ったりとか、うん、質を高めるために時間を増やさなきゃいけないって感じでより疲れたりとかっていう風になっていくわけですね。なので受験勉強っていうものを強豪校に入ってやるみたいな仮定した時にその勉強でいけると思いますかみたいなことを考え直してほしいわけですよ、うん、先輩ちょっともう疲れたんで帰っていいですかって練習中に言えますかと、うん、監督にちょっとこのメニューしんどいんで少し手抜いても大丈夫ですかと、うん、言えますかと、うん、いうことを伝えたい。なるほどね、はい、受験も同じように甘くないぞと、途中で帰ってるようじゃなかなかこのね受験甲子園勝ち上がれないぞってことですね、はい、そうなんです。いやもちろん疲れますよ、うん、勉強毎日長い時間高さしてたら、でもやっちゃう人がいるんだもの、うん、そのやっちゃってる人がいて自分がやってないんだとしたらそのやってる彼が勝ち
ち上がってってやってなかった自分は敗退してしまうというところは考えて、メンタル的な部分でいうとちょっと精神論に近いかもしれないですけど、そんだけハードにやってる人たちがいるんだったら自分もそんぐらいやんなきゃやっぱそこまでたどり着かないからっていうのは考え直してほしいと。まあそのメンタル面は分かりましたと。だから強いね、ちゃんと意志を持って頑張れということですね、はい、そしたらまあ体力って結局何なんですか、はい、体力をね、はい、じゃあどう増やしていくんだと、ハードワークにどう慣れていくんだみたいな話もしておかないとかなと思うんですけども、はい、体力っていうのをもうちょっと明確に定義しないところ結構分かりづらいなと思ってて、自分もね受験生の時にその勉強体力だ、受験は体力だって言われても体力ってなんだよみたいな、運動と関係ねえだろと思ってたんだけど、今では体力の定義によっては関係あるなと思ってるわけですね、うん、それ何かっていうと、例えば10時間とか12時間毎日勉強してくると、特にね運動部じゃなかった子に多いんですけど、めちゃくちゃね体が疲れてくるの。結構ね肩こりとかにね悩んでる子とかも多いんだよね。肩こりとかってやっぱどうしても筋肉が少ないとやっぱそうなりやすいって言われてるわけ。その筋肉の少なさがそういった体の疲労につながる。で身体的疲労が蓄積されてくると、今度人って精神がメンタルが弱くなってくるの、はいはい、で体が疲れてくると、あーもう今日ダメだ、今日はもう頑張れねえやっていう風になってくるわけですね、うん、なのでさっきのそのメンタル面、意識の問題、意志の強さみたいな話もしたんですけど、はい、こうやって実はその体の面から実は繋がった話でもあるっていうことで、まず体を疲れさせないように最低限の体作りも必要だよねっていう話になっていくわけですね。そうするとやっぱりチョコザップ行くしかないんですかね、うん、そうだからこれは少なくとも肩こり悩んでる子はストレッチ取り入れてみるとか、まあ、あとは軽い筋トレぐらいをねできる子はしてみるといいかもしれないですね。そうですね。なので自分これぐらいのラインで疲れるなっていうラインをいかに引き上げるかとか引き伸ばすための工夫っていうのは全部やりましょうと、まあ、それがストレッチなのか、別の動画でも撮りましたけど休憩をどう挟んでいくか、うんうん、ここで休憩を挟めば疲れるは疲れるんだけど最終的に集中する時間を夜まで持続させるのは最大化できるみたいな、うん、っていう途中途中の休憩の工夫みたいなこともあると思いますし、そもそもとしては受験生とはいえ睡眠時間をなんかスマホ見て減らしちゃったりとかっていうところもベースの生活リズムとかもあったりすると思うんで、まあ、そういうところも改めて見てほしいですよと。あとはぶっちゃけ慣れじゃないですか、うん、ということを伝えたいと。なんかさっきはなんか結構精神論ご了承みたいな精神論っていうか結果論というか、うん、まあ、今夏なんでぶっちゃけまだ長時間勉強結構しんどいです、疲れちゃいますみたいな人多いと思うんですけど、直前期の受験生見てると、今日ぶつかった、あーぶつかった、あーってなってる受験生ってちゃんと勉強習慣化してる子だったらそんなにいないというか、結構今日やりましたけど何かみたいな感じの人が割と多い印象、別にスポーツやっててもやってなくてもとは思うんですけど、どうですか。そうですね、これはさっき の, その体的なその身体的な疲労とは別で、はい、脳がその勉強できる量っていうのも継続してるとどんどん脳の活動量も増やせるかなって感じていて、だから脳疲労も起きにくくなっていくっていうのはあるのかなと思いますね。マイクね3週間で習慣化みたいな話もよくしますけれども、要は今夏休みの中盤だから、夏休みが7月末ぐらいに始まって、まあ、今お盆ぐらいですよね、ってことは、まあ、大体3週間ぐらい夏休み前半戦しっかり毎日毎日10時間とか10時間とか勉強してきた子は、そろそろ疲れだっていうよりかはなんか慣れてきたなってなっててほしい時期ってことですよね。確かにね、どうですかね皆さん、慣れてきましたみたいな。いや、もしかしたら今が一番そのね辛い時期かもしれない。ああなるほど、そんな子もいるかも。まだちょっとしんどいんだけど、それもう少し我慢して頑張って続けてくれれば余裕になっちゃう時期が来るかもと、今が一番辛いと思ってもう1週間あと2週間とかっていうのを頑張ってもらえれば、もしかしたら本当習慣化とかされて今よりももうちょっと楽に継続できるようになっていくかもしれない。それを信じて頑張ってほしいなと思いますね、うん、そうですね。あとはそのサムネの通りというか、疲れたーってなってる人は、まあ、逆に言えばですよ、しっかり勉強できてる証拠とも言えるのかなみたいな、そう頑張れてる証拠だからね。もひょうひょうとして、ああ今日もまあこんなもんで一緒かよ、おいおいっつって家帰って、ヨーヨーとなんか YouTube 見て、おい夜更かししちゃおうかな、 LINE、うん、でもイチャイチャしちゃおうかなみたいな、ってなってる人はさほど疲れてないのではないか説みたいな、ね、確かにね、ことがあったら、もう疲れて家帰ったらご飯食べてお風呂入ってすぐ寝ようみたいな、なってるぐらい疲れてるのはもしかしたらすごいちゃんと負荷がかかってる証拠かもしれないので、疲れてること自体が悪いんじゃなくて、まあ、それぐらい頑張れてる自分を褒めるっていう観点でいくと、その疲れ自体もポジティブに捉えられたりとかもするのかなっていうことは最後伝えたいの、ね、確かにね、疲れたと思ってそれを頑張った証拠だ、今日もよく頑張ったぞ思えたらね、はい、次の日もまたいいね気持ちで頑張れそうですね。たまにあの竹内君がこうしたら受験相談とか言って、もう受験相談連続10件とかやったことあるんですけど、まあぶっちゃけ疲れますよと、君はこう君はこうって10連続でさすがに疲れるんですけど、まあ、ただその疲れた時一番最後に、あーやっぱ相談になっちゃったっていう爽快感みたいなのが逆に出るんですよね。まあ確かにね、はい、まあ、受験生応援できたっていう嬉しさもありますしね。そうそうそう、だからみんなは受験でそれだけ自分が成長できたっていうね喜びをかみしめながらね、そうそうそう眠ってもらえるといいから、そうだ、一日の疲れに、まあ、しっかり疲れてて、それをまあしっかり休みにお風呂入ってもらったり、ご飯食べてもらったり、しっかり睡眠とってもらうっていう疲れをポジティブにね捉えてもらって、でそれをなるべく疲れにくくしていくっていう体力作りはまあ今日前半で話した通りなので、はい、まあ、ぜひですね疲れと体力と受験っていうのはね、まあ、ポジティブに向き合ってもらって、強豪校ばりの練習に近い受験勉強が当たり前にできるようにしてもらえればきっと成果は出ると思うので頑張ってほしいなと思います。ということで今回は以上です。
助けてください。思ったように成績が伸びません。任せてください。武田塾が正しい勉強法を教えます。モチベーションが続きません。毎日の勉強を徹底的に管理します。志望校に合格できるか不安です。今から間に合わせるプランを教えます。夏だけ武田ではこれらの入会金無料で受けることができます。詳細は概要欄から。